あるアルハノフは、チェチェンの政治家。ロシア連邦チェチェン共和国の第二代大統領。1957年1月20日、スターリンの指令に基づき、強制移住させられていたカザフソビエト社会主義共和国で生まれるが、生まれた3日後に、一族は故郷であるチェチェンへの帰国が許される。ウルスマルタンで、学校教育を受けた後、16歳からソフホーズで、働き始める。 ソ連軍での兵役義務を終えた1983年にモギエフに設置された交通警察学校を卒業1984年から治安関係の職務に就いたソ連崩壊後はロシア連邦内に設けられた自治国家チェチェイン軍支持地共和国に奉職して1992年にロシア内務省が設置したロストフなドヌ高級警察学校へ留学する帰国後に 共和国政府から北カフカス交通局の副局長に任命、第一次チェチェン紛争中の1997年に交通局長へ昇格される。第一次チェチェン紛争に関しては一貫して連邦派に属し、チェチェンイチケリア共和国のジョハルド大夫政権と敵対した。1996年の黒ズヌイ攻防戦では司令官として優れた活躍を見せ、 ロシア軍から勲章を授与されている。急戦に伴いアスランマスハドフ司令官が独立派政権を組閣した後も在外勢力として抵抗を続けた。第二次チェチェン紛争で元独立派の重鎮であり宗教問題からマスバドフ大統領と対立したアフマド・カディロフ司令官がロシア軍と結んでグロズヌイを占領するとカディロフから警察軍少将に任命される。 2003年4月にカディロフ政権が成立すると内務大臣を務め治安組織の再建に尽力した。2004年5月9日、アフマド・カディロフ大統領が独立派のシャミル・バサエフ司令官に暗殺される。セルゲイ・アブラモフ首相が混乱を収集する中、ロシア政府の推薦を受けて公認の大統領に選出される。大統領選挙では 民衆からの支持を特別に持たないアルハノフに対して、ロシア軍部隊による露骨な協力行動が見られた。名目上、6人の対立候補が立てられたものの、彼らはいずれも当選の意思を持たない飾りであったとも言われている。カリスマ性はなくとも、連邦政府官僚としての信頼できる経歴を持つアルハノフを、プーチン政権が最初から大統領につける。 気でいたのだと反対派は主張している。選挙は73.67%の得票で、アルハノフを大統領に選出した。大統領としてアルハノフは、カディロフ政権時代の諸政策を引き継ぎつつ、共和国政府のイスラム化を施行した。2006年6月1日に、欧州諸国との会議で、彼は、共和国がイスラム法に基づいて統治されるべきだと、述べた上で、 イスラム法に基づけば多くの問題は起きなかったと持論を語っている。アルハノフはカディロフ前大統領の次男であるラムザン、カディロフ首相としばしば対立し大統領の座をめぐって争っていると噂された。2007年2月15日、対立は最終的にアルハノフの辞任につながり、ウラジーミル・プーチン大統領はラムザン、 カディロフ首相を大統領に推薦すると発表。三人の子供がいる。ありがとうございます。